どうもハビネスダークのハビネスです。ワンフレームの実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ガンスステップステップステップ。今日はですね、ワンフレームの中でセカンダリというジャンルのね、小さなピストルの武器があるんですけれども、これですね、まあ比較的小さい武器をセカンダリというんですけれども、その中でもハピネス自身がお気に入りでいつも使う頻度が高い銃をご紹介したいと思います。はい、まあ用途とね、いつもどんな風に使ってるのかと、あと入手経路ですね、こちら、紹介していきたいと思います。あとビルド紹介も含めますね。はい、まあ一参考程度にね、ハピネスはこうやって使うよっていうだけの話なので、まあ何かのね参考になれば嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、こちらザクチという武器ですね。こちらかなり気に入っております。撃った感じはこんな感じ、こう爆発するんですね、ガシューンっつってね。自傷ダメージとかは特にないです。うん、ここにいてもそんな中食らうとかはないんでね、大丈夫です。はい、まあ性能的には、特殊効果がこんな感じです。対象に突き刺さり毒ガスを噴出する鋭いダーツを発射するということで、もともとガスダメージがついている武器になりますね。なので感染体とかには特に有効なんですが、その他にも、いろいろと特殊効果がありまして、それを利用していつも戦うのでね、あの戦況を大きくこっちに有利に傾けることができるようなセカンダリ銃になります。ステータス面で見るとクリ倍率とクリ率はもうほぼほぼ死んでるぐらいな勢いなんですが、状態上確率が 20% あるので、ここを伸ばしていくのが良いかなと思います。まあでもグリニア勢とかにも有効っちゃ有効なのかなって感じですね。ただし伸ばさないとダメって感じですね。なので素の状態では使いづらいんですが、伸ばせば、現状325なのでグリニア勢とかにはよく効く。で衝撃ダメージもついているので、コーパスのシールドとかにもまあ少しは有効かなという感じです。ビルドは今ホーネットストライク、リーサルトレント、バレルディフュージョン、マルチショットと基礎ダメージを上げてますね。あとオーガーパクトで合計でね、この辺で物理を上げたりしてますね。まあマルチショットは状態異常確率も上げてくれるので、現状 80%。 それではね、ジョルとあとスコーチっていうね、それぞれ属性ダメージが入るのと状態異常確率が 60% で入るっていう状態で使ってますね。であとリベンモッドが入っているので余計に強くなってます。この辺りの値が、これがない場合にはこのぐらいの値になりますね。まあ結構大きな違いではあるんですけれども、200%、プラスされているので、でも利便性もね4なので、強いんですけど、この間3だったんですけど4に上がったんですよ。強いのに利便性が高いという武器の一つだと俺は思っているのでね、まあぜひこのピストル利便モッドを解放してザクシが出てきたら、まあダメージプラスとか、そういうのが出るまで回してみるのも一つありなのかなと思います。はい、あとはフルミネーションというね、ちょっとレアリティの高い、モッドになりますけれども、こちらをね積んでおります。セカンダリーランチャーの武器の爆破範囲を拡張、 24% 爆破範囲ということでね、あのプシューンって爆発するので、そうまあそういうのにも影響するのかなと思います。はい、まあ基本的な用途なんですけれども、まあ基本的に撃って当てる、ガスをばらまくっていうことには違いないんですが、実はボンバード系とかねにかなり有効になります。試しにボンバードをこちら6体ぐらい用意してみましょう。まあ放射線ダメージが弱点っていうことでもあるんですが、こちらレベル100を用意します。で一応ね死ぬかもしんないから、で一応ザクチを撃っておきましょう。あそこに向かってザクチを撃つと放射線ダメージ入りますね。放射線ダメージ入ると何が起こるかというと、敵同士が戦い始めます。そうこんな感じで、でガスダメージがねこうやってプシューってガスと一緒に放射線の状態異常も広がってくれるので、ワンチャン狙わなくても適当に撃ってるだけでもどんどん敵がねこっちに弾を撃つことなく敵同士で戦い始めるという感じですね。で絶対的なダメージが低いんですが、この場合にはまずはザクチを当てます。そうするとみんなこううわーっつってフィニッシャースタンバイになるんですね。そう強い武器とかでねこうやってガスガス攻めていけば状態異常もかかっているので、新王ビルドなんかもすごく相性がいいですね。こうやってうわーってなったやつをフィニッシャーで倒すと、こんな感じですね。これができるのが非常に強い、うん、すごく有効です。ちょっと煙に当たればいいみたいな感じなんでね、はい、これだけで済んでしまうと
いう感じです。まあちょっとねガウスがボンバードに有効じゃないんであれでしたけれども、まあこんな感じでね敵を攪乱させながら一気に仕留めるということができるのがこの武器の面白い特殊能力になりますね。だから機動防衛ミッションとかでよく使います。ソーティーミッションで機動防衛が来てね、そこに物理攻撃耐性とかってある場合は放射線ダメージを積んで、それから、敵同士で戦わせて、で、こっちはねその間にフィニッシャー攻撃をかけたり、そのターミナルがね守りきれる時間までどん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 耐え抜こうというね、防衛のね武器としても使用ができるという感じです。そこが強いんですね。うん、まあ攻撃力もね期待するのであれば、まあ全然別に低レベル帯、今レベル100でやってますけれども、サクサク倒すことができるので、どうしようかな、まあこんなぐらいですかね、レベル30とかの場合なんですが、こうやって打ちまくればそこにどんどん広がっていくので、ガスダメージがどん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 周りの敵にも影響を及ぼしてバタバタと倒れていくと。で狙う必要がないし、おまけにね3発しかマガジン入ってないんですけれども、リロードが早いです。非常にこのぐらいのスピードで打ち続けることができますね。だ特にガウスみたいなタイプに持たせるとリロード速度を速めることができるので、もっと強くなります。うん、もう連射してると一緒ですね。こうザザザザザッつって打ちやすすぎるみたいなね。まあフルオートではないんでね、セミなんで自分で打たなくてはいけないんですが、まあいろんな場面で役に立つんじゃないかなと思います。ガスを撒き散らして、で中にはフィニッシャースタンバイを行うこともできてっていうね、で放射線ダメージを積んでおけば防衛ミッションとかでもかなり有効的な働きを見せるという感じです。はい、そのために、このビルド構成にしているという感じですね。まあ時にはね放射線ではなく普通にガスダメージを強めたりとか腐食ダメージにしたりとかっていう感じなので、必ず放射線じゃなきゃいけないってわけじゃないんですが、見ての通りねステータスの伸びがビルドそろモッドが揃ってるととても良いので、なので状態以上で攻めるのも1個ありですね。ガスは必ずかかるので2つの属性をかけると、近接武器に背負ったねコンディションオーバーロードなどの効果もかなり高まると思います。こちらね、60% 付与されている状態以上の種類ごとに近接ダメージを上昇させてくれる武器なので、こういう近接武器との状態以上の兼ね合いも一つありかもしれないですね。はい、それで入手方法なんですけれども、こちら道場に来ております。はい、道場の天のラボというところでね入手が可能です。制作をかけなくちゃいけないんですけどね、無課金の場合は。こちら天のラボの中にアクセスすると、ここにザクチリサーチというのがあるんでね、これを、リサーチして研究して作ります。まあ素材自体はねそんなに難しいものではないので、まあとりあえず大変なのは道場で、天のラボ作って、でこの天のラボでね設計図作って、で素材探してっていうのが大変かもしれないですね。はい、まあこれをね、複製してファウンドリーに持っていけば作れるという感じです。ただしマスタリーランクは10必要なので結構高めです。やり込んでるなーっていう人向けの武器になるので、ちょっとねそこまでは大変かもしれない。ただでも序盤ねサク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 惑星開拓とかやっていろんな武器使ってたら、マスタリーランク10って思いのほかあっという間にいったりするので、結構20あたりからちょっと大変みたいなイメージになるのでね、10あたりはちょっと遠いなって1から10を数えるってなるとちょっと大変なんですけど、それはイメージの話だけでね、やり始めてハマってればすぐだと思います。まあそこもちょっと個人差あるかもしれないですけどね。はい、ではね今回は、おすすめ武器ザクチのご紹介になりました。またね、ハピネスがソーティーなどでねいろんな場面で使うような武器、ご紹介できるタイミングがありましたら動画で収録していきたいと思います。はい、そんな感じで今回もお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。また別の実況動画でもお会いしましょう。さよなら。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画参考になった、面白かったという方はねぜひ、評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。ウォーフレーム動画バンバン出していきますので、チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。